牛丼頼みました。仕方ないわね。牛丼、牛丼。お前配達員だったのかよ。海鮮丼。なんで鼻つまんでんの？やっぱ臭い？潜水時間を伸ばそうと思って。もう1時間くらいやってるよね。実はもう限界。草屋の前でそんなに吸ったら、ノエル！ねえ、とりあえず一度出てきてもらっていい？了解です。病院怖い。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ？じゃあちょっと行ってきまーす。やったーん。ルシアに呼ばれてきました。ノエル、大体のことはルシアに聞きました。団長に任せてください。お願い。はい。え、ノエル、そのメイズは何？メイズです。どっち？右、いや左、やっぱり右と思わせて左。いやいやいや、複雑に考えちゃダメ。これは二者択一、つまり1か0か、イエスかノーか、女かフレアってことだよね。女かフレアだったら、私はフレア。ノエル先輩、早く。はいー。ねねねねねね。もうすぐノエルちゃんが持ってきてくれるよ。お届け物でーす。タイミングバッチリー。でかーい。大きい方が得だよね。でもどうするの？ちっちっち、わかるよ。なぜ団長たちが月にいるか知りたいんでしょ。誰と話してんの？説明しよう。団長たちは月にウサギはいるのかという人類の死活問題を解決するため、はるばる地球からやってきたのだ。大げさすぎ。だから、こんにちは。金の王探してきます。そして我々は金の王を探すためにジャングルの奥地へと向かった。どっちかな。きっと左だよ。タンパク質の香りがする。いや、右だね。左は糖質祭りだ。糖質も時には必要だぞ。そういう名前が悲劇を生むんだ。牛丼とか糖質の塊やん。わー、あ、すごい、黄金騎士だ。今日から野菜生活、もり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 。あれってペゴラス先輩の人参じゃね？本人のアイデンティティじゃね？ノエル先輩、その人参ってペゴラス先輩の。知らなくてもいいことって世の中にはいっぱいあるんだよ。ね、お昼の時間ですよ。わーい。こんのクソガイルの教育の。すみません、クセルになっちゃった。宇宙なんだよな。とりあえず事務所を地球に戻しちゃうか。うわあ！こうして私たちは火星に不時着し、新種の生命体を発見した。それは被験体として NASA に買い取られて、その額なんと100億万円。お金が増えたホロライブはオリジナルオセロを販売することにした。令和5871年12月中旬、ホロライブオリジナルオセロ発売予定。3期生もいるよ。欲しい。よ、てんてんよ、てんよよ。